スリーアップアカデミーをご覧の皆さん、こんにちは。ゴルフライターの鶴原です。どうもよろしくお願いします。一番似てないね。見たならば孝太郎です。よろしくお願いします。今回はもう本当に豪華ゲスト、前回の鶴さんと行くのね、時に金正さんのお世話になりました。来ましたけどね、今回ちょっと。ゴルフテックのスタジオにお二人遊びに来ていただきましたね、はい、六本木まで、六本まで来ていただきました。反響がすごかったですね。すごかった。大丈夫本当ですか。すごかった。あと面白かったのは地方のフィッティングとか、いや特にプロショップやられてる方からの裏からのコメントがすごい多くて、やっぱ裏からの表じゃない、表だってコメントには入れないけどLINE とかでやっぱああいうのを出してくべきだよなみたいなああいうのって伝わんねえよなとか、ちょっと本当にプロのそういう合わせられる方のご意見とかがすごい温かいご意見たくさん頂戴してるんで、実際我々も響いたしな。そうですね、レッスンとか共通する部分、そう考え方とかすごい勉強になりました。ありがとうございます。はい、次からは勝手に行ってくださいね。また鶴さんと行く、続きますから、はい、あれもう鶴さんの企画として僕らの、ね、やっていきますので永遠のオーケーなんですよろしくお願いします。ちゃんと伝えますか。ということでね、はい、今日はもう2人のこのビッグゲストを招いてですね、もう何聞いても返してくれるからね、本当に何聞いても安心だけども、まあ、はい、ギアのコンテンツですから。そうです、今回はですね、まずはお二人の初恋の人の名前をですね、聞いていくところから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。なんだあれ、ちょっとじゃあメモでも見ようかな。メモ仕込んでるな。もうこの今日は、はい、まあ、お二人を招いてですね、やっぱり2022年、今これ撮影してるのがもう4月ですけれども、まあ、ここまでのちょっとギアいろいろ発売されましたけれども、もうお二方もういろんなところで話されてると思うんですけど、特にやっぱり印象的なギア、これね、ドライバー、アイアン、シャフトと、この3つむずいな。3つをね、もうパスッと言っていただきたいなと。これ1個ずつ欲張るね。そうですね、1個でもいいです。もうもし2個ある場合は2個喋っていただいてもういいですけれどもね、それではまず最初はドライバーからいってみましょう。はい、ドライバーはね、もう自分はもうローグが必ず入ります。あ、ローグの、これはローグの、自分はね、マックスがいいな。マックス、うん、ローグ ST マックス、マックス、その心は何でしょう。いや、やっぱ安定感、うん、安定感もうね、ですね、コースでトラックマンを使ってかなり打たされたりもしたんだけど、打たされた取材でね、鹿俣さんが打たされた、うん、北風ビュービュー吹くなんて感じで打ったりしてたんだけど、そういう日もあります、はい、本当にばらけない。うん、あ、縦も左右もばらけないからすごくいいです。まあ、1個言えば、はい、純正のシャフトが非常に柔らかめの設定なので、うんうんうん、硬さも含めて、ね、はい、だからそこがうまくはまる人、もしくはちゃんとカスタムラインでシャフトを探す人ってフィットさせてあげたらまず入ると思うな。何をメモリ出してるんですか、それ。何してるんですか、取材になるじゃないいや、自分の仕事してんじゃないですよ、これ。これ見たならばのチャンネルなんですからね。ください、 もうちょっとこう、もうもうちょっとほっとくとすぐ勝てる。すぐ自分の仕事個人プレスだからもう。で、ドライバーもう一個で言うとね、はい、小野袋あれもすごい好評でしたよね。小野袋は、まあ、安定感も当然あるんだけど、はい、いろいろこうシャフトも含めて見つめていったら最低距離を出していけそうな感じです。飛ぶドライバー、うん、に仕上げられそうな感じがするんで、その2つはドライバー今の時点では上げてあげたい。構えた感じもさ、見た目も打感も、ね、うんうん、いいし、ね、振りやすかったしな。確かに、初速出るし、でスピンだし、ですね、はい、でいてあんまりね、ピーキーじゃない。そうですね、程よいですよね。どうですか、鶴さん。いや、僕も間違いなく、もう
今年は2022年かな、これです。お二人キャロウェイさんから何かこするとキャロウェイさん出てる出てこないよ何も。本当に、いやでも間違いなくこれで、はい、でマックスとマックス LS は、はい、正直そこまで大きな差は僕はないと思う。ああそうですか。ロフト差ぐらいかな。で実際僕両方を使い比べて見てるところなんですけど、はいはい、あの弾道計測しても、MAX LS の9度を、はい、1度立てて、あ1度寝かせて10度にしたやつと、はいはい、MAX の方の9度をそのまま打ってる球筋はほとんど変わんない、はい、打ち出しとスピンもほとんど変わんない。で何がじゃあ違うかなっていろいろ打ち比べてコース行って持っていってやってみたら、はい、ちょっと右に逃がしてしまった時の曲がり方が LS の方がちょっと大きくなる。でチーピン打った時はどっちもチーピンになる。なるほどね。そこはやっぱりそうで振り感で言うと LS の方が早く触れる感じはちょっとする。まあそうっすね、うん、それはやっぱりで形状も LS の方が、まあ、ちょっとシュッとした感じもするんだけど、僕は多分今年は MAX の方を使うと思います。なんですか、もうお二人ともローグ SE で、あのステルスはどうですか。ステルスは全然悪くはないけど、うん、けどこの曲がりの少なさと、はい、あとずれた時のそのブレづらさと初速の落ちづらさを考えると、あっと思っても右ペラしてもなんとかコースにはいるんですよ。で思いのほか、え、あの球でここまで来てるんだっていうところにボールが行ってくれてるのを、センターした時のスピンの増えなさ加減はとっても、うん、だからその辺が打ち出しとスピンまで計算しましたよっていう AI フェイスのおかげなのか、あとまあ完成モーメントの大きさもあるとは思うんですけど、あとなんか全面的に打感も今回良くなってるし、打感いいっすよね、構えやすくもなってるし、でカラーカスタムもできるんでしょ。こっちもできるよ。まあできるけどね。できるけどね。でもこっちのカラーカスタムの方がしたいな。わかりました。思ってますかね。はい。今の聞いてどうですか、兄貴。お二方もローグ ST 推しですけど。よかった。俺も完全言っちゃったから。ローグだ。本当にステルスの回の時のもう褒め方がもう半端なかったから。いやこれはこれでやっぱさ衝撃的だったじゃない。うん、あ出た時は、うん。その時まだローグなかったんで。うん。ステルスに関して言えば、はい、やっぱり魅力的なヘッドであることは間違いないんですよ、うんうん、うまく打った時、ちゃんと初速も出るし、うんはい、出るただやっぱり、うん、ヘッドシェイプも含めてかなり好みは分かれると思う、うん、ちょっとね、難しそうにも見えちゃうんですよ ね、 すねだから僕は大好きです本当に捕まえることが、うん、苦じゃない、そうですね、人はすごくいいと思う。こうやってパッて打てる人は男子の選手たちで言ってもやっぱりどちらかというとローグが使用率高くなって意外とステルスがあの使ってる選手、まあ、規約外で使ってる選手が少なくて意外と男子の選手とかがちょっとスピン入ってくれるドライバー好む傾向があったりするじゃないですか。最近ちょっとありますよね。で自分でこう減らしたりなんかできる、だからそういう意味で言うとちょっとこっちが使いにくかったのかなっていうのがあるんで、そういう意味でハマる人がローグに比べるとちょっと少ない、うんうん、なんかもうね大人な締まるね、ね、締まるね兄貴もこういう感じでほら、まあまあ、はっきり言い過ぎちゃうんだよすぐだよいける、うん、ということで、はい、ドライバーのね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続きましてアイアン編でございます、はい、いや難しいですね。アイアンね難しいっていうのがほらカテゴリーいっぱいあるし、ね、あとロフト設定もいっぱいあるし、だから飛ぶので選ぶのかどこで選ぶのかとかいろいろあるけど、じゃあちょっと2種類教えていただいていいですかね、うん、飛ぶまずはじゃあ飛ぶのでおすすめアイアン、
飛び系。飛び系で上手にできてるのって言ったらでもやっぱりタイトかな。タイトリスト。おお。200。200。T200。いいっすか。あれ。うちの相方がカチャカチャしてたやつですよね。もう後ろバックフェイス大丈夫かっつってもうずーっとカチャ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 してる。これプラスチックだろうとか。あれでもそうもういいと思うんですけど、僕の周りも結構使ってる方いて、しっかり使ってるんですよ。あれ表面すごい剥がれてて、肌色になってるんですよ。皆さん肌色になっちゃうんだな。そう今回のやつって。その辺はねちょっとねそこだけがウィークポイントかもしれない。すごいそうだと思います、うん、であとやっぱあれ取れちゃったっていう人もいるんですよ、もうすでに、ですよね。そうなんでもうでもここだけの話じゃないですけど、ついてるのついてないのボールフライトも全く変わらないんですよ。だから大層な名前つけんじゃないって話なんですよ。でマッスルフェイスみたいな蓋開けてみたら普通のキャビティやんけっていう。でもそれでも取れても性能は変わらないっていう素晴らしさ。あのロフト設定で打ち出しの高さ、そうですよね。あとスピンも入るんで。そうなんです。スピンも入るんですよ。点はねやっぱなかなか。そうですよね。他になかったなっていう印象。そう。じゃあもう一個のもう縦距離をじゃあちょっ と揃えやすいみたいな、ちょっと中上級者向けで言うとどうですか。もうしたらスリクソン。あスリクソン。七。七か。いいですよね。なんか行けば合うかな。7はいい。結構合うかもしれない。ちょっとね直進性もあるんですよね7って、あのセレクションなんやってちょっと直進性もあってでフェース調がちょっとあって、すごくこ うシャープすぎない。そう難しすぎないし、ロフト7番32っていう今時のちょうどいい絶妙なんですよね。ちょうどいいところがねいいっすね。最近の本当にアイアンをもうロフト7番アイアンですけど調べたら平均29。うちの鹿俣が言ってたやつだろそれ。パクるんじゃないよ。自分あたかも自分が調べたみたいな。違うよ鹿俣さん。あれよ全モデルやったら多分全モデル今発売してるのも全モデルやったら、でも30切るんじゃないかな。やっぱりもたってんすね。ってるすね。だって34とかのモデルの方が少ないでしょう、ね。そうですね。そうですね。で多いのが32、31で、立ってるのって26とか。ありますありますよね。ガンって稼ぐから。そうそうそう。稼いでくるし。もう普通の人打ったら止まらんよ。もう。でもそれはでもそんだけロフト立ってたらやっぱり高さが出るようにこう今、そこのチャレンジングなところなんじゃないの、各社メーカーさんは。鶴さんどうですか。 GDO の、ね、新製品レポートっていう連載を担当させてもらってて、よく見てます、いつも見させていただいてます。あんたら社員だからなそりゃそうだわな、見ています。はい、やらせてもらってて、あれこれいいなと思ったのはゼクション X のアイアン。これあんまり僕ね7番しか打ってないけどやっぱりあまたダンロップになっちゃったね、ゼクション X 正直バックフェイスはかっこいいかっていうと別にそんなかっこよくもないんだけど、打ってびっくりしたのが弾き系のフェイス、薄いフェイスなんだけどなんか打感いいし、左来ないし、そうで球ポーンって上がるのは上がるし、でソールの抜け感もいいし、あと構えた感じもすごいちょっと和風、デクションだからちょっと和風なんだけど、そこまでグーフ強くないし、なんか飛び系でなんかいいのって言われたらそれが出てきますか。これ、意外とみんな言ってないので、確かにそうですね。ぜひ打ってみてほしいモデルでは飛び系あります、ちょっとね、かっこ悪いかもしれない。いや僕はそう思いませんけどね。飛び系といえばでも14の TB7 も TB7 ね、はいはいはい、打ってないな。そう、7僕もまだ打ててないんですよ。そう、5はとにかくいいアイアンだ。5が主長じゃないですか、あのポーシアさんの、あれがだからギュッと横が狭くなって、で FP がちょっと前にギュッと出て、でここが短くなった分上もちょっとキュッと厚くなったりして、締まってストレートになりっていう。なるほどね。兄貴も打ったことないですか。打ったことない、まだ見ただけ。でもなんかだいぶ良さそうな気はします。匂うでしょ。匂います気になるな。
軟鉄一枚もので飛ばせるって言ったら、はい、多分そこ、ね、そこになるんだと思います。一枚であれはちょっとすごいですよね。すごいね。じゃあちょっとアスリートモデルで一個。アスリートも最近ですよね。最近だったら何だろう、はい、T100、 T100、 はい、結局僕は T100 から T100 に買い替えます。でもいい、いい、本当に僕も T100 はもう本当にいいなと思います。あれいいっすよね。だからあれが T100 のままでロフト32度で出てくれればよかったんだけど、 T100S じゃなくてよくて、うん、T100 のままで、うん、まあ、あの良さは多分 S ない方がいいのかなっていう気はします。そうですね。打ったフィーリングも含めて、そうなんですよね。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。フェンタスが好きな人はきっとみんないいって言ってくれると思います。なんで上手いの。すごく飛ばせるシャフトもちょっと最近出てきてる。例えば、はいはい、これ放送があれだかわかんないけど、手元で飛ばせるってすごいなと思って打ったら、うん、ああこういうことねっていう、あ、納得感あるんですね、うん、あのね、スイング診断を受講いただいた方で見たならば幸太郎を見たと言っていただいた方には、なんとなんと見た兄貴がデザインしたこのステッカーをですねプレゼントしておりますので、ぜひこれはね、そう、期間限定で2色あります。どちらか1枚。これ本当にいるの？いる人、欲しい人いるの？しかも、はい、あの今から言う方を取ってくれたらこれ2色ともプレゼントしましょうかね。やめてよ、そんなないんだから数。数ないんだから。ちょっと数に限りございますので。数に限りがあるので、はい、早めにね。はい、なくなったらなくなったで嬉しいのでまた第2弾考えましょう。そうですね。うん、じゃあ僕らのポーズだけ先に言って、ちょっとやってみましょうかね。やってみましょうかね。はい。はい、見たならば幸太郎。ね。まあ、このポーズをしていただけたらね、まあ2枚もしかしたらもらえるかもしれないということがありますので、はい、ぜひぜひ皆さんスイング診断お申し込みいただいてステッカーをゲットしよう。お待ちしてます。お待ちしてます。